はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、川屋お風呂で遊ぼうプラレール水遊びごっこです。川屋のですね、新しいプラレールの食玩が出てましたね、水遊びごっこ、これ前もやったよね、うん、やったかな。うちにはあったね、とりあえずね、うん、それでコマスーパーコマチ、そう、スーパーコマチだったね、その時はね、今回はですね、8種類ラインナップされてるみたいです、うん。1番 E7 系北陸新幹線輝き、2番近鉄観光特急しまかぜ、3番成田エクスプレス、4番 N700 系新幹線、5番 E6 系新幹線こまち、6番 E5 系新幹線はやぶさ、7番700系新幹線、8番 E4 系新幹線マック、以上の8種類ですね、うん。それで、このね、小窓がありまして、うん、何番が入ってるか分かるようになってます、うん。で、今回はですね、4つ買ってきました。欲しいやつ4つ買ってきましたね、うん。1番と5番と6番と8番、うん、何だったか覚えてるかな、うん。1番は E7 系新幹線でしょ、うん。で、5番は E6 系新幹線こまち、6番が E5 系新幹線はやぶさ、8番が E4 系新幹線マックスですね、うん。ということで開けていきましょうか、うん。あ、そうそう、おーおーおー、食玩なのでガムが1枚ついてきてますね、うん。そしてで、これが E7 系だ、うん。良さそうだよ。E5 系。E5 系、うん、もう外しちゃってください。はい。よいしょ。よいしょ。うん、取れた。おお。はい、こちらが E7 系北陸新幹線輝きですね。うん、ゴールドの塗装ちゃんと入ってますね。うん、いいじゃん。いい感じ。スイッチ。そうそう、スイッチある、スイッチある。あ、スイッチオンになってる。オンになってるね。はい、ハイになってるよ。はい。うん、あの早いやつ。ちなみにちょうどですね、ここに、プラレールの E7 系新幹線本物がありますね。うん、こんな感じです、違い。似てる。あ、そっか、これ動力車じゃないからスイッチがないけど。うん。うん、似てる。似てね。さすが。さすが。そっくり再現されてますね。はい、こんな感じですね、うん。いいね、あのブルーも割と似てる色だよ、うん、ね。そこはこんな感じですね、うん。はい、そして次に E5 系新幹線はやぶさですね、うん。ちゃんとロゴも入ってるね、うん。いいじゃない、メタリックグリーンだよ、ちゃんと、うん、ねえ、へえ、よくできてるね、うん。先ほど紹介しませんでしたが、ここに穴が開いてるんだね、うん。これで水吸ってプシュ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 と出せる水鉄砲になるわけですね、うん。じゃあもう2箱も開けてみましょうか、うん。はい、そしてこちらが8番の E4 系新幹線マックスですね、うん。これは先日乗ることができたね、うん、2階建て車両ですね、うん。面白いよね、これもね、うん。ちゃんとマックスのロゴも入ってます、うん、2階建てになってね、はい。はい、続いて E6 系新幹線こまちですね、うん。ついにあれだね、食玩の方でもスーパーこまちって表記がなくなってこまちになってますね、うん。うん、ようやくなんか落ち着いた感じするね、うん、はい。これもかっこいいよね、このはやぶさとこまちで、これほら連結です、ブチュブチュブチュ連結、うん、そうだ、うん、これよく見るよね、東京駅でね、うんうん。はい、それではですね、ここにちょっと水を用意してますので、うん、やってみましょうか。ちょっと吸ってみるよ、うん。まずはこまちから、はい、この水に出してみましょう。いきますよ。あ、出た。わかんないかな、わかるかな。あ、この音、この音が、あらら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 、この音良くないね、やっぱね。なんか、おっ、1個みたい、1個みたいだね、はい、二刀流。おお、はい、ということで今回はお風呂で遊ぼうプラレール水遊びごっこでした。